どうも、かつやしです。はい、ということで、久しぶりに散財でございますね。はい、先日、福岡の久しぶりに行ってまいりましてですね、シュプリームの立ち上げの日にですね、たまたまちょっとね、行くことがあって、ちょっと並んで買ってきたという感じのアイテム3点ございますので、開封いきたいと思います。で、10時半ぐらいに福岡行って駐車場止めて、お昼ちょっと早めに11時ぐらいに食べて、そこから12時前ぐらいかな、シュプリームの方に行って、どれぐらい並んでますかみたいな感じで、500、600ぐらいですかねみたいな感じで、夕方来たら、もしかしたらフリーで入れる感じですかねって聞いたら、多分大丈夫だと思いますみたいな感じで、実際3時20分、3時半ぐらいにもう1回行って、そこからまあ並べて、まあ30分ぐらい並んだかな。そんな感じでございます。そこで、買い物でございます。久しぶりにね、店舗行って、お買い物、まあ他のね、メーカーブランドもいろいろ見てきたんですけれども、買ってきましたよ。はい、散財でございます。はい、まずね、何を買ったかっていうとですね、まあ、定番的で、まあ、ずっと使えるっていうか、気に入ってずっと使ってるアイテムの新色、今年のカラーが出たので、買いました。ヘインズの靴下でございます。まあ、定番でございますね。今年はグレーということでございます。シュプリーム書いてますね。ヘインズ。このね、靴下が4400円。はい、これが高いか安いかっていう感じなんですけれども、まあ、一足1100円と考えるとめちゃくちゃ高いってわけではないかなと思います。で、耐久性なんですけれども、結構耐久性はあると思います、個人的に。ただ、一回入ったら結構毛玉とかはできるかな、出るかな、そんな感じはありますね。はい、4足セット4400円。これが高いか安いか。まあ、グレーなんでね、使いやすいカラーだと思いますね。汚れもそんな目立たなさそうだし。はい、そんな感じでございます。開けた方がいい？開けます？開けますか？開けましょうか。まあ、どうせ履くんでね。はい。こんな感じの靴下。もう普通の靴下です。普通の、チャンピオン、チャンピオンの靴下に近いんかな。ちょっとこう、クッション性があるような感じの素材になってますね。はい、ここにシュプリームとあります。まあ、ほんと普通に履きやすい、普通の靴下でございます。はい、こちらが4足。で、続いてですね、T シャツ買いました。もう T シャツもめちゃくちゃあるんですけれども、まあ、通年使えますしね。はい、そんな感じでございます。で、カラーなんですけれども、ちょっと違うカラーも試そうかなというふうに思って、店舗行って、まあ、欲しい柄ってもともと決めてたんですよ。あったらいいなと思って。で、まあ、あったんですけれども、で、カラーどうしようかなと思ってたんですけれども、結局ね、結局ここです。はい。黒、ブラック、はい、行きました。で、プリント、前から見たらめっちゃシンプルです。シンプルだけれども、後ろがこんな感じでございます。バックプリント、これいいなと思っての購入になりますね。パッチワーク柄になりますね。はい、こんな感じ。プリントの糊はね、結構ね、厚くてしっかりした感じの糊型になりますね。で、前の、ほんとシンプルロゴ、前から見たら。まあ今の時期は上からジャケットだとか、みたいな感じで着て、まあ見えるか見えないかぐらいなんですけれども、春夏になったらちょっとこう、可愛い感じのシュプリームのロゴが出てくるかなと思います。シュプリームって今、パッと見わかんないですけどね。わかんないところがいいかなと思います。で、サイズは、安定の M サイズになります。はい。こちらがメイドイン USA M サイズですね。サイズ感はですね、後でね、また着てみようかなと思います。で、続きましてなんですけれども、ここが一番のメイン。あ、これ T シャツがですね、7700円になります。はい、7700円。これも、まあでも T シャツ、だいたいどこのブランドもこの辺ぐらいの金額ですかね。で、最後なんですけれども、ここメインでしたね。結構、まあ、定番的であるような感じなんですけれども、おそらくね。で、今回見てて、やっぱりね、ここら辺ちょっと一着持っておきたいな。まあ、コスパ的にも結構いいと思ってて、一着持っておきたいなと。ただね、ちょっ
と店舗行くタイミングとかあったら、まあ試着はやっぱりしたいなということで、まあ試着しまして、もう試着した瞬間、あ、これだなと思って購入いたしました。はい、即決でしたね。これはめちゃくちゃ良かった。で、いきますね。はい、もう見えてるかな。こちらでございます。はい。デニムシャツになりますね。デニムのシャツになります。スモールボックスロゴのデニムシャツですね。ボタンダウンになります。はい。ボタンダウンのデニムシャツになります。で、これね、まあ、サイズは一応 M サイズになりますね。生地がめちゃくちゃ分厚い。厚いですね。だから本当、アウター代わりにもなるんじゃないかなっていうぐらいのこの肉厚感のあるボディ、デニムブラックでございます。で、ウォッシュがかかってますね。ウォッシュ具合も当たり出てますね。で、これも、若干ね、心配な要素としたら、車のシート、ベージュなんで、ちょっとつくかなと思ったんですけれども、大丈夫かな？どうかな？と思いつつ、でもやっぱ欲しい、これはいいなと思ったんで、そっちの方がちょっと何気分的に気持ち的に強かったですね。はい、購入しました。で、細かい部分もう何もなんですけれども、ほんとシンプルなボタンダウンのシャツになります。で、このね、なんていうかな、ここのこれもそんなね、なんていうかな、長すぎないんですよ。このダラーンと長すぎないところがまたいいかなっていうふうに思いましたね。生地感がね、どうやったら伝わるかな。ほんとね、肉厚、音でいく？こんな感じの、ほんとしっかりした肉厚のボディになりますね。伝わるでしょうか？こんな感じでございます。ほんとしっかり分厚い感じですね。この当たり具合がめちゃくちゃ最高、かっこよかった。で、他は、ほんとシンプル。シャツです。なんかちょっとした G ジャンまではいかないけど、ほんとそれぐらいしっかりした生地になりますね。後ろ身頃はここに、肩のところにですね、タックが入っております。もうウォッシュ加工がされてるところがまたいいなと思っての購入になりますね。で、スモールボックス、一応、縁は全部、糸で縫ってますね。裏から見たらこんな感じ。糸で縫い付けがありますので、取れる心配はないでしょう。おそらく。で、ボタンのところ、ボタンダウンもそうだし、ボタンのところに別に特別、シュプリーム等の刻印はございません。袖もこんな感じです。こんな感じですね。と生地感しっかり、めちゃくちゃしっかりしてます。もうかなり肉厚。そんな感じでございますね。ということで、実際ね、着てみましょう。はい、実際着てみました。身長172ぐらいですね。体重が64、5あります。こんな感じです。M サイズになりますね。そこまで大きくはないかな。まあ、普通の感じの M サイズより気持ちゆったりした感じの作りになりますね。で、これ今、素肌に着ているんですけれども、背中のこのプリントのこの感じはちょっと肌に伝わってくるかなっていうような感じでございます。まあめちゃくちゃ気になるってほどではないんですけれども、バックプリントいいっすよね、これ。めちゃくちゃいいです。まあ前からほんとシンプルな、シュプリームのロゴのみになっております。まあ形としては別に至って普通の T シャツになります。まあグラフィックですね。で、続いてメインでございます。こちら。これなんですけれども、ほんとね、生地がね、しっかりしてる。もう肩のここもね、もちろんここ二重になってるんですよ。二重になってるから、結構分厚い。そんな感じでございます。実際着てみましょうか。はい、実際行ってみました。いかがでございましたでしょうか。身長172ぐらい、体重が64、5ぐらいでございます。
M サイズになりますね。 S はちょっとさすがにちっちゃいかなっていう感じの作りになっております。このねラウンド具合もそんな長くないからほんとちょうどいいですね。でほんとしっかりしてる生地が、ボタンもやっぱりねちょっとここ厚いんで最初ちょっと固めですね。店員の方もちょっと外すのにちょっと硬いなっていうような感じの、外し方でございました。それが逆にしっかりしてるという感じでございます。で肩もちょっと気持ち落ちるような感じの、黒だからちょっと分かりづらいかもしれないけれども、ちょっとこう落ち込むような感じのサイズ感になっておりますね。まあこういう風に普通に着てもいいし、まあ、例えば中にスウェット、フードのスウェットとか着て上から羽織るような感じでもいいかなと思います。で前閉めた状態でしょ。でまあ開けた状態でもちろん、着てもいいかな、着られるかなっていうような感じになりますね。はい。ブラックなんで結構裏はこの結構真っ黒に感じになりますね。洗いかけてたらまたね雰囲気変わってくると思いますんで、また楽しめる、シャツになってくるのかなと思います。主張しすぎないところがまたいいかな。このボックスロゴがですね、主張しすぎないところがまたいいんじゃないかなと思います。まあこんな感じでございますね。いかがございますでしょうか。ということで、はい、本日ですね、でこのシャツがですね2900円、コスパはいいと思います。うん、多分絶対的に長く着られると思いますので、コスパいいと思います。厳選購入しました。で3点で、3万3000円でございますね。クレジット一括払いでございます。で、ノベリティなんですけれども、これですよね、ストロー。これはどう使うかっていう感じですね。はい、ストローついてました。で、ステッカーが、3枚ですね。はい、こちらとマラドーナのステッカーと、このこんな感じのステッカーがついておりました。はい、その実際ね、袋がちょっと大きめの袋今回という感じでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日はですね、久しぶりに福岡の方に行きまして、シュプリームの立ち上げの日に行くことができたので並んで、購入したというような感じでございます。 T シャツ、シャツと、あと靴下ですね、靴下の方、はい、買ったという動画でございました。もうね、やっぱね、安定の、ま、ブラック、そうですね、他のカラーも言っても面白いかなともちろん思うんですけれども、実際じゃあ着るか着ないかったら結構やっぱ白黒、特にブラックやっぱり好きなんで、まあやっぱそっち系、ブラック、グレー、はい、そのあたりに落ち着くかな、落ち着いたなっていうふうには思います。まあそんな感じで、今日はシュプリームで立ち上げでお買い物したというような感じの動画でございました。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。結局ね、これね、今年の冬ね、履かなかったんですよね。はい、これです。履かなかったですね。全然、買ったそのまんま、紐替えてそのまんまの状態で置いてます。これになんか、チノパンとか履いて、このシャツ着て、いけそうな気がしますね。なんかでも改めて見るとこれかっこいいですよね。もう次は絶対出ないカラーだと思うんですけれども。